ジョン・コリア、ジョン・メーラー・コリア、ジョン・マラー・コルアー、OBE、1850年1月27日から1934年4月11日は、イギリスの著作家、ラファエル・ゼンパの画家。当時の著名な肖像画家の一人だった。ジョン・コリア、ジョン・コリエという表記もある。コリアの肖像画のモデルは多彩な顔ぶれであった。例えば、シュルーズベリー主教ラブレス・ステーマー教、 チェーザ・レ・ボルジアと一緒の一杯のワイン、ジョン・ラブロック、銀行家、考古学者、a n ン・ b クリケットチーム、ランカシャーイレブンのキャプテン、ヘレ・フォード司教、アトリー博士。ジョージ5世の肖像画を描いたのは1901年、王がまだ、コーンウォール校、ヨーク校の時で、コリアの評判を聞いた王が、トリニティハウスの支配人として描かせたものである。他にも、 セルボーン伯爵、1882年、ハルスベリー伯爵、1898年という二人の大奉還。首席裁判官アルバストオーン卿、1912年、ジョージ・ジェッセル記録長官、1881年、作家のラドヤード・キップリング、1891年、画家のサー・ローレンス・アルマイ・コール・タデマ、1884年、 俳優の JL トゥール、1887年。同じく俳優で、ウィンザーの陽気な女房たちに出演していた、マジッケンドール、エレン・テリー、映画監督キャロル・リードの父でもあるハーバート・ビボン・トゥリー、1904年。オックスフォード大、ベリオール・カレッジ学長・ケアード教授、1904年。同大はドハム・カレッジ学長、ジン・イー・ソーリー、1889年。 イートン・カレッジ学長、1898年ら、教育者たち。政治家は、数は少ないが、庶民院、議長、1898年。軍人では、ホレー・ショキッチナー原水、1911年、フレリック・ヘインズ原水、1891年など。また、ネパールのマハラジャ、1910年を含む二人の、インドのマハラジャ。科学者では、 チャールズ・ダーウィン、1882年、ジェームズ・プレスコット・ジュール、1882年、そして、コリアの義理の父であるトマス・ヘンリー・ハクスリー、1891年、など。コリアのモデル大表の写真副写、コリアの息子が所有していたオリジナルから1962年に作られたは、ナショナル・ポートレート・ギャラリーのハインツ・アル・シーブ・アンド。 ライブラリーで見ることができるが、そこには、コリアの描いた全肖像画のモデルの使命、日付、請求額、さらには、いくつかの絵の展示で生じた論争の詳細といったデータを、コリア自身が手書きしている。コリアは、成功した一族の出身だった。祖父ジョンは、庶民院議員を務めたことのあるクエーカー教徒の商人である。父も庶民院議員。 司法長官を長く務め、枢密院司法委員会の衛生会委員、初代で、さらにのメンバーでもあった。兄の第二代モンクスウェルダン爵は、内閣次官補の長を務めた。さらに、コリアの妻マリアン及びエセルは、後期ビクトリア長を代表する科学者で、王立協会会長も務めたトマス・ハクスリーの娘で、義理の弟にあたる、文筆家、レナード・ハクスリーとも、 本意な信仰を持っていた Dictionary of National Biography SV L ハック l 1879年に結婚した最初の妻マリアンはコリアと同じくスレード美術学校出身の画家でロイヤルアカデミー他に出展したこともあったしかしマリアンは二人のただ一人の子供となる娘を出産後産後図病を患い 治療のために行ったパリで肺炎のために亡くなった。1887年のことだった。1889年、コリアはマリアンの妹エセルと再婚した。防災の姉妹との結婚は、1907年に法律が制定されるまでイギリスでは許されていなかったので、結婚式はノルウェーで挙げた。マリアンとの間に生まれた娘ジョイスは、肖像細密画家になり、 王立王立細密画協会の会員にもなった。エセルとの間には一難一助あり、息子ローレンスは1941年から1951年まで、ノルウェー大使務めた。コリアが亡くなったのは1934年である。英国人名事典、1949年版。1931年から1934年の、牧野コリアの項目では、 その気まじめさから、フランク・ホールと比較している。確かにそれは事実であったが、老若男女を描いた彼の肖像が、プロブレムピクチャー、問題絵画と呼ばれるジャンル、日常生活の隠された情景を描くもので、ビクトリア朝高期に人気があったは、明るく、鮮やかであった。美術辞典、1996年版、第7巻569ページのコリアの項目を、 執筆したのは、ジェフリー・アシュトンだが、彼の見えない筆遣いについて、ありきたりのフラットな塗り方と書く一方、色彩のセンスは、力強く驚くべきものである、雰囲気、外観ともに気持ち悪いくらい本当らしく、描かれているとも書いている。1 9二十年までの、イギリス肖像画家時点、1九9七年では、コリアの肖像画を、光と色の斬新な仕様を伴った、 絵画作品と書いている。ジョン・コリアの絵は現在、ロンドンのナショナルポートレートギャラリーに16点、デートギャラリーに2点、そして、フィレンツェのウフィチ美術館には1907年に描かれた自画像がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。